ジャニーズの新たな機手、平野紫耀と三宅健のソロデビューが迫る。こんにちは、読者の皆さん。今回は、元ジャニーズ事務所の副社長滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社飛べ、以下飛べ、とそのメンバーに焦点を当て、最近明らかになった驚きのエピソードについてお伝えします。平野紫耀の新たな一面や、三宅健が語る食事会の舞台裏には、 ファンならずとも興味津々の内容です。とべメンバー初の食事会、三宅健が語ったその内容。とべは滝沢秀明氏が立ち上げた新たなエンターテインメントカンパニーで、元ジャニーズタレントたちが次々と加わっています。とべメンバーたちが初めて食事会を行ったことが明らかになり、その様子は SNS 上で大きな話題となりました。三宅健は、 自身の YouTube チャンネルを通じて、その食事会の詳細を語りました。食事会の席順や参加者の様子、そして平野仕様に関する驚きの事実が次々と語られました。平野仕様の小麦粉アレルギー、三宅健が明かす。驚きのポイントの一つは、平野仕様の小麦粉アレルギーに関する情報です。 三宅県が食事会の中で明かしたところによると、平野仕様は実は小麦粉アレルギーを持っているそうです。この情報にファンたちは驚きと興味を持ちました。三宅県は平野が小麦粉アレルギーに悩まされていること、そのために食事会の際には平野に合わせた食事が提供されたことを明かしました。 また、平野の隣に座っていたエムプエのメンバーが彼に食べられない料理を代わりに食べていたエピソードも報告されました。平野仕様の食事制限、ファンの反応は平野仕様の小麦粉アレルギーに関する情報は一部のファンにとっては初耳のことだったようです。平野が以前から美容や健康を意識してグルテンフリーの生活を送っていると思われていたため、 ファンたちは驚きと共感を抱いたことでしょう。食物アレルギーに対する心配の声や、平野がどのように制限された食事をしているのかについての疑問が SNS 上で広がりました。平野用と三宅県、ソロデビューの記差し一方で、記事は平野用と三宅県に関する別の興味深い情報にも触れています。 近頃、平野紫耀と三宅県のソロデビューに関する噂が浮上しています。三宅県は自身の YouTube チャンネルで、飛べファミリー食事会に関する話をする一方で、平野紫耀のソロデビューについても触れました。記事によれば、平野はすでにソロ曲の制作とレコーディングを終えており、三宅もミュージックビデオの撮影が進行中とのことです。飛べの未来、今後の展望。 トベは、滝沢秀明氏のもとで、次々とメンバーが加わり、ますます注目を集めています。イムプエのデビューが成功を収め、平野紫洋と三宅健のソロデビューが近づいているならば、これからのトベの動向に、ますます注目が集まることでしょう。さらに、ジャニーズ事務所から離れるメンバーや新たな才能との出会いなど、トベの未来には様々な展望が広がっています。 平野紫耀の小麦粉アレルギーや飛べメンバーの食事会、ソロデビューの情報など、今回の記事では興味深いトピックスが詰まっています。飛べの新たな展開や、メンバーたちの新たな一面についての情報に触れながら、ファンの皆さんに楽しみと興奮を提供できる内容となっています。今後も飛べの動向に注目しながら、彼らの新たなステージを一緒に楽しんでいきましょう。